準備は万端です。ディエネケス、息子と釣りをしたことは？あ、いえ、全く。兵士として生きることこそ我が誇りです。ざれ事だ、忘れてくれ。さて、運命と向き合おう。スパルタ人よ、我らの息吹が一つごとに我らを導いてきた。流れ出た塩と汗と涙、その全てが我らを連れてやってきた。今ここにペルシア軍は我らを奴隷にする。なすべきは一つ、神々を奴らの流しで染め上げてやるのだ。何のために戦う？息子たちのために、娘たちのために、スパルタのために。
セルクセスが生贄を送ってきた。来いペルシア人、その首をセルクセスに捧げてやる愚かなスパルタ人め。やってみるがよい、スパルタ人よ。今日お前の血筋はここで耐えるのだ。カラスが目玉を食らうようにお前の血で酔いしれてやろう。お前ごときの技量で癒せるのか。セルクセスは王の中の王。お前を粉みじんにしてやれば誰もが我が王にひざまざく。たわごとは聞きやった。その口を塞いでやろう。我が子の方がよほど勇敢だ。王よ、お前を仕留めれば全てのスパルタの子らがセルクセスの奴隷になる。スパルタの子らは抗って死ぬぞ。それはどうだろうな。お前を守る軍がいなければ脆いものだな。ではなぜお前は死にかけている。スパルタにかなうものなし。王よ、裏切り者だ。クセルクセスに山の裏道を知られたようです。すでに。夜明けまでにお前たちは完全に包囲される。我らは最後までスパルタ人だ。スパルタ人め、その言葉は無意味だ。クセルクセスがお前たちを根絶やせる。この日をペルシアが忘れることは決してないだろう。そして明日、世界は記憶するだろう、我らの戦いを。見つけた。ああ、すごいことよレイラ。本当にレイの槍なの？間違いない。本が真上に置かれてた。こんな幸運に恵まれるなんて。よし、始めるわ。本当に信頼できるの？この本もしかして。お願いビクトリア。分かったわボス、今準備する。さて、前回入った時から少し変更を加えてあるわ。最近のテクノロジー業界にはついていけない。最大近くシンクロ率を上げてシミュレーションしてもいいわよ、ご希望なので。一歩ずつ慎重に進める。了解。もう少し激しいのが良ければ後でいつでも設定を調整できるから。これはアニムスのあなたにどれだけの情報が与えられるかを示すわ。大丈夫、私のことは心配しないで。少しくらい自由に動いても死にはしないわ、多分ね。もし助けが必要になったら教えて、すぐに戻すわ。ねえレイラ、行く前に。全てが変わる。この本、この槍、この話が正しければ。情報源として頼るのはどうかしら。歴史家だかなんだか知らないけど、魔法や神々について書いていた男よ。ホメラスとは違う。ヘロドトスは最初の歴史家として名を残した。事実も記されてる。イスの秘宝を探すなら子孫にあったと主張してた男を信頼するのが一番でしょ。そうだけど。私を信じて。この槍もこの本も全てが本当だって気がするの。それにアブスター号に先手を打たれてこれ以上遅れを取るわけにはいかない。あなたの言う通りね。でも
一つだけ問題があるわ。何なの？控えめに言ってもこの本は状態がいいと言えない。槍から見つかった DNA は2人の人物のものだと分かったわ。どちらの DNA を追うか選んで、選択はあなた次第よ。彼女に探し物を手伝ってもらう。呼ばれてる気がするの。了解。やっと行けるわね。紀元前431年へ出発。ペロポネソス戦争の始まりよ。幸運を祈るわ。プレッシャーをかける気はないけど、あなたが頼りよ。もうアブスターゴの好きにはさせない。本の内容が真実で秘宝を見つけられたら、アサシンはやっと復活の機会を得られる。きっとやれるわ。そうだ、ビクトリア、あの本を読んで。まだ見つけられてない秘密が隠されてるはず。わかったわ。から伝言だ。やつにクソ食らえって伝えろ。先週の分だ。くそ。お前は随分腕が立つそうだな。見せてみろ。近くに来たら見せてやろう。わかってるだろうが、キクロープスは貸しっぱなしにはしないぜ。少し学んだ方がいいな。教えたいことがあるなら自分で来い。キクロープスに伝えろ。キクロープスを煩わすな。まったく懲りない奴らだ。そろそろ勘弁してくれ。ああ、忠告どうも。ああ、何があったの？何でもない、ポイベ。もう全部片付いた。またキュクロープス？あいつまだ懲りてないの？らしいな。ああ、遠慮はいらない。イカロスもどう？ゼウス様は私にもカサンドラみたいにわしを授けてくれるかな。ねえ、頼んでみてくれる？そうだな、頼んでみるよ。やったー。で、何しに来た？ああ、忘れるところだった。マルコスが探してたよ。はあ、一体何の用なんだ？さあ、新しい家に会いに来てほしいって。ブドウ園の。は？ブドウ園だと？
あの野郎。サミに行く道沿いだよ。ワインで儲けるんだって。いつからブドウ園を持ってる？うん、昨日かな。あいつ私に金を借りてるんだぞ。それがブドウ園だと？どこにそんな金が。だよね。で、そのマルコスの見事なブドウ園はどこにあるって？アイノス山にゼウス様の像があるでしょ。その南。そうか。それじゃあマルコスに会いに行ってやるかな。ありがとうポイベ。マルコスに伝えてくれ。ふぅふぅ。頭が。遊びはここまでだ。片目野郎に言っておけ。次にやったら残りの目をイカロスにくれてやるとな。身支度をしたらマルコスに会いに行こう。ホイベイはまたここで眠ったのか。家がないのは何とかしてやりたいが。これにしてみよう。マルコスは幼い私にはこれで十分だと思ってた。今じゃもう役には立たない。うん、いい匂いだ。さすがにもう捨てるか。ミントもカモミールも乾燥してる。
まずい水ともおさらばだ。ここが武道園だな。うん、この先だ。いたな、マルコス。さあ、今度はどんな面倒を呼び寄せたんだ。何度も言ってるじゃないですか。ダメですって。俺の農園だぞ。俺の好きに植える。ここじゃブドウが死んじまう。全滅だ。いいか、過去のことは全て忘れろ。手を取り合い、ワイン作りに革命を起こすんだ。いつか必ずこの日を振り返。カサンドラ、よかった。ホイベーは間に合ったか。俺のブドウについて説教か。おい、聞こえてるぞ。心配してた。キクロプスがクズどもをよこしたもんでな。お前を狙ってる。ああ、襲われる前に教えてもらいたかったよ。そんなことより、ブドウ園を買っただと？どういうことだ、マルコス。悪いか？ワインが好きなんだ。みんなワインが好きでワインを買うんだろう。だったら俺から買えばいい。
ブドウの育て方もワインの作り方も知らないだろ。飲み込みは早いぞ。ブドウを育てワインを作る、それだけだ。そんなに単純だと。おいおい、見くびってもらっちゃ困る。マルコスは常に計画的だ。なら私の貸した金はあるんだな。お前から借りてる金？うん、もちろんある。いや、まあここにはない。じゃあすぐに取ってこい。ああ、うん。でもお前の方が話が早そうだぞ。サミにいるある商人が、俺はこういうのは得意じゃないし。貸した金を自分で取りに行けと。サミでお前が取りに来るのを待ってるんだ。その商人って？デュリスだ。知ってるだろう。いいやつだ。デュリスだと？またか。なぜ奴に金を貸し続けるんだ。友だからさ。彼の家族を飢えさせたくない。あんたはいい友だが、金の扱いは下手だな。奴の居場所は？サミの鳩場を見下ろす店だ。知ってるだろうか、サンドラ。確かなのか？キティアじゃあるまいし、そんなのわからないよ。で、どうすればいい？オリーブ油の時みたいなやり方はダメだぞ。あれはやりすぎだった。金は手に入っただろう。だがそれきり何も得られなくなったんだぞ。殺しちゃ元も子もない。脅す、痛めつける、物を壊すのも金を巻き上げるのもありだ。だが客には手を出すな。やむを得ない時は別だけどな。奴は金を持ってるんだろうな、マルコス。ブドウ園を売りたくはないだろう。当然だ。あ、それから他にも相談したい件がある。また後でな。分かった。だが馬を使わせてもらう。歩いて行くには暑いし遠すぎる。おい、ずいぶん安い利子だと思わないか、マルコス。みんなが得をする。確かにその通りだ。好きなのを選んでくれ。そうだな、右の馬が気に入った。マケドニア種か。戦闘用に育てられた奴らだ。まさに戦士の馬さ。真ん中のこいつ、どんな馬だ？美しいだろう。あの馬はテッサロニアから来たんだ。度胸の良さが売りだ。左の馬は？スキュロス種か。たくましいのに目をつけたな。まるでヤギみたいに山道にもしがみつくぞ。よし、決めたぞ。どの馬にしたんだ？左のだ。ああ、そうか。いいのを選んだ。だが実はこの品種にはちょっと癖があってな。そんな馬を連れて行かせるのは気が引ける。よし、こいつに決めた。本気か？これは決まりだ、マルコス。これでみんなが得をする。特にお前はな。他でもないフォボスを選んだ。頼りになるぞ。フォボスか。デュリスから俺の、いや、お前の金を回収したらサミの神殿に来い。おー、エウテルペ、ワインならまだあるぞ。安心しろ。後にしてよ、ボイベイがさらわれたの。誰にだ？キュクロープスの手下よ。大通りのすぐ脇で連れ去られたの。どっちへ行ったか分かるか？クティメネ海岸の方へ行ったわ。海岸？あの子泳げるのか？私が行く。頼んだぞ。だがデュリスのことも忘れないでくれ。